お疲れ様です。はい、お疲れ。今日からですね、新企画をやっていきたいと思います。新企画、はい、なんと伝説のヤクザシリーズということで、これまで伝説になった、ヤクザの方々を一人取り上げて、なんか俺こんな風気させられてるのかい。そうなんですよ。あ、そういうことかい。はい、あ、そうか。はい、話していきたいと思います。まず記念すべき一人目、石川力夫でございます。石川力夫、はい、あ、結構あの映画になってっぺ。はい、どんぐりさん、石川力夫の仁義の墓場という映画はご存知ですか？知ってるよ。見たことありますか？見たことある。渡里哲也さんと岸谷五郎さんが演じているんですけども。あ、どっちも見た俺。あ、どちらも見ましたか。うん、石川力夫といえばですね、自ら破滅に向かって生涯を終える象徴のヤクザなんですけども、そういったヤクザで代表的なのは石川力夫と夜桜銀次ということなんですけども、夜桜銀次もご存知でしょうか？どっちも見てるよ俺。菅原文太の山口組九州侵攻作戦と相川翔の、どちらも見ましたか？どっちも見てよ。菅原文太の最近見たよ俺まだまあ残念なことにですね、石川力夫は悲しい結末を迎えてしまうんですけども、その経緯についてこれから喋っていきたいと思います。まず力夫ちゃんはですね1926年、茨城県で生まれました。昭和20年代に新宿駅東口の界隈で一大勢力を誇っていた、ちょっと組織の名前は出さないようにしたいので、ダブル組、ローマ字のダブル、組の幹部として活躍しておりました。力夫ちゃんはですね10代にはすでにグレていて、それから東京に出てダブル組の組長から杯を受けます。ところが詳しい理由は定かではないのですが、なんと自分の親分を日本刀で切りつけてしまうんですね。映画を見てるからご存知だと思うんですけども、映画ではあの拳銃になってましたよね、確か。あんだな、はい、そういえば。あとあれですよね、映画では1000万のしのぎをなんか組長に潰されたって勘違いして売ってしまうんですよね、確か。真偽のほどは定かではないんですけれども、でその日本刀で切りつけられた親分なんですけども、全治1ヶ月で一命を取り留めます。これによって力夫ちゃんは傷害罪で1年6ヶ月の懲役刑を受けます。府中刑務所に服役します。あとは関東所払い10年で、力夫ちゃんはですね、出所して大阪の方に流れていくんですけども、この頃からポン中になっていくんですよね。その時にヒロポン女から撃たれるんだろ。その時に、それあれですか、渡里哲也の方。岸谷五郎の方は、岸谷五郎が無理やり自分の女に打つんですもんね、確か。はい、でもこの頃になると暴力にまみれ賭場嵐をたくさんやっておりました。でそういった力夫ちゃんをですねそういった力夫ちゃんを兄弟分が説教したんですね。兄弟もういい加減にしろよと。映画でもいい、はい、映画では刑務所で縁を持った兄弟分になってますけども、その兄弟分をもですね、なんと拳銃で撃ち込んでしまうんですよ。だから結局ヒロポンで、はい、もう狂っちゃってんだからね、ぶっ飛んでるんで、でその奥さんのことも、ぶん殴ったかなんか知らないですけど重傷を負わせるというような事件も起こしております。で兄弟分を撃ち込んだことによって懲役10年の実刑判決を食らいます。で力夫ちゃんはですね、もう投げやりになってたのかなんか知らないですけども、もちろん自分が逮捕されることも悟ってますし、胸の方に疾患を持っていて体調も優れなかったと、しょうがないですよね、ポン中だったんで。で自分の親分やおじき分に金をせびって自分のお墓を建てるんですよ。わかる。なんか掘ってもらってたシーンあったな。はい、有名な話ですよね。でそのお墓にですね、自分の兄弟分を打ち込んだくせに、自分の兄弟分の名前も掘るんですよ。ああ、それそれあったあった、はい、あとこの頃に妻が
してしまうんですよ、うん、でその妻の名前もお墓に掘るんですよ。ああ、それ映画に出てたっけ。はい、うん、まあ余談なんですけども、このお墓がですね未だに、残っております。どこに。いや忘れました情報不足。ちょっとあのこの辺にお墓の写真出しときますけど、よろしくね。はい、お墓が残ってるんですよ。でも俺映画で見たのは、はい、その前に警察と一悶着があって、はい、その後に多分どこの組織だか忘れたけど、はい、狙われて殺されかけたんだよね、捕まる前に。ああ、ありましたね。はいはいはい、はい、それは実際あったの。あ、それはありました。そういう話もありました。ちょっと端折ってますけど、うん、はい、あの戸原、戸原ってうるせえよここちゃんと乗せてくれよ、戸原って戸原氏をしてる頃になんかとっ捕まって焼きを入れられたというような話はありました。確かに。それは死にかけたのか。まあ、そこまでは分かんないですね、昔のことなんで。あ、そうか。まあ、それ言っちゃおしまいなんですけど、うん、そしてですね、リキオちゃんはもういよいよ頭がおかしくなって、自分の奥さんの骨壺を抱えて骨をボリボリ食べながら歩く、あ、まあ、そんなシーンもなんか映画だけじゃなくて実際にあったらしいんですよ。まあ、相当ぶっ飛んでたんでしょうね。それ渡り鉄屋の時にあったっけ、その骨ボリボリ食うやつって。ありましたね。まあ、実際どっちの映画が好きですか。俺は渡り、まあ、ですよね、うん、渡り鉄屋の方がなんかザ・石川力夫みたいな、なんかすごくあの想像できる感じの演じ方をしてたじゃないですか、うん、まあでも岸谷五郎は、はい、なんかでもそっちの方が俺的にはな、はい、そっちの方本当なのかなって、なんかいや、なんかそういう感じなのかなっていう。まあこれ創作だと思うんですけど、うん、アパートの窓から警官に拳銃でなんか応戦してるシーンもありましたもんね、うん、もしこの興味持って見るんであれば、はい、どっちも見てほしい。まあ、どっちにも良さがありますよね、うん、俺はどっちも好きだけど、うん、やっぱり渡りが一番かなっていうだけの話なんだけど、まあ、渡りの方がちょっとぶっ飛んでて、岸谷五郎の方がちょっと暴力的っていうイメージですかね、どっちかって言ったら、うん、どっちかって言ったらね、うん、で先ほども言ったんですけども、懲役10年の実刑判決を食らって再び府中刑務所に収監されます、うん、でどうなんですかね、これは何が原因なのかわからないんですけども、昭和29年1月29日なんと屋上から飛び降りてをしてしまいます。結局なんで死んだかと俺が思うには、はい、結局ヒロポンって覚醒剤じゃん、はいね、はい、その覚醒剤をやった人間って結局脱げでも絶対幻聴とかそういうのは見えしたなんか誰がいたのかなとかってこう、うん、だからちょっと狂ってだったんじゃねえ、死んだ理由って。だから結局、いやそれは当たり前でしょう、うん、まあ、それは当たり前なんですよ。それを知った上で何が原因、何がそれを誘発したのかなっていうことを聞いてるんですよ。奥さんの話だとか、あのシャバに戻ってもヤクザとしてのなんか未来が見えないだとかいろいろあるじゃないですか。多分何もない。でも俺的にはもうその抜けたのはいいけど、短絡的に、そう多分。でもあの渡り哲也の方の映画ではなんか空を飛ぼうとしてましたよねちょっとあの毛布をマントにして、しかも、はい、血の量半端じゃねえ。あ、それそれそれ知ってます。いや俺そして見たいのが、はい、落ちる前にもうなってんのよ。落ちてぶつかる前にもうピシャーってなってから、はい、これあの視聴者の皆さんにぜひ見ていただきたいんですけど、渡り哲也演じる仁義の墓場でそのシーンはもう人が5人ぐらい飛び降りたんじゃないかっていうぐらいの血の量なんですよ。しかも地面に当たる前にもなってるからね、はい、プールをひっくり返したぐらいの量が流れてましたよね。そう、あの水に飛び込んだ時のピシャーみたいなね、はいはい、あの噴水みたいな。でなんかあの昔のそういう映画って色もおかしいじゃないですか、ちょっとちょっとあの絵の具みたいな感じの、まそしてなんでここまで出すんやってぐらいの、はい、あれはちょっとやりすぎだなって思いましたけどね。そしてですね、うん、これぞ石川力夫のエピソードというようなものがあるんですけども、うん、をする前にですね、自分の舎房の壁に自生の句を残してるんですよ。そう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 、はい、大笑い30年のバカ騒ぎ、まあ、これ有名ですよね。有名だ、はい。どう思いますか？ん？どう思いますか？たった30歳でもう駆け抜けて最後
してしまうというその人生。動画って言われると、いや、コメントに困ってるじゃないですか。これは無理だ。あんた撮る前に約束したじゃないですか。俺がずっと喋るからあんたはちゃんとコメントしてくださいよって言ったじゃないですか。俺何も頭入ってないじゃないですか。あんただからそれは動画って言われると、はい、結局駆け抜けとは自分の人それ言われると俺もなんて言ったらいいか分かんないし、そいつの人生だから俺は知らねえよってしかねえんだけど、うん、ただそれはよ、人それぞれ思うことがあって、結局その本人のことは知らねえわけだから、はい、その映画を見て、はい、あ、こういう人生、こいつが俺の言ってることがやっぱり全部が全部ねあれなわけじゃねえから、うん、見てもらって、うん、あ、こいつってこういう人生だったんだって思ってくれればそれが全てじゃねえかな。それ言っちゃおしまいよ。だったら最初からこの動画見ないで映画見た方がいいってなるじゃないですか。それはんだけど、はい、ただこういう人がいたってことは知ってる、はい、知らない人もいるわけよ、はい、ただうじらのそのチャンネルを見て、はい、あ、そういう人いたんだって、はい、じゃあ何なの人俺も見てみようかなとか、はい、私も見てみたいなって、まあ、あのヤクザとして見るよりも、まあ、一つの人生観として見てもらった方が楽しめるかもしれないですね、うん、まあ、あの力夫ちゃん伝説にはなったんですけども、うん、まあ、悲しいことに反逆者としての伝説が残っているということなんですよね。まあ親分を切りつけて兄弟分もぶっ殺してっていうような感じなんですけども、まあでも一命を取り留めてですね、石川力夫がした時に親不孝なやつだと悲しそうにつぶやいたというような逸話が残っております。まあそういう話もあるだろうな、はい、実際どう思ってか知らないけど俺も、はい、まあざまーって思ってる可能性もありますよね。それは一番だべ、はい、まあ、こんな感じでこれからですねシリーズ化して伝説のヤクザを取り上げていきたいなと思っております。今パーッと思い浮かべて、うん、昔のヤクザで伝説になったなっていうような方って思い浮かびますか？俺の好きなのは結構モロッコとか、ああ、あとは花形系だったり、あんだ花形系とかよ、はい、まあ冒頭でも言いましたけど夜桜銀次だったり、あとキューピー、悪魔のキューピーですね、うん、まあ、結構いますね。いるべ、はい、俺結構好きなんよな、はい、だって大体キューピーに限ってはよ、はい、なんでこういう人がこんなことできんのっていう人だよ。あんたもカツラ取ったらキューピーじゃないですか。テレレテテ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 テ、そっから来たんかよキューピーって。いや、そんな番組ないでしょ。昔、まあそんな感じで、うん、いろんな人これから取り上げていきましょう、うん、まあ、あのあんたちょっと風邪ひいてるんで、うん、あの早急に帰ってもらってよろしいですか？うん、じゃあ、はい、お疲れ様でした。お疲れ。